新名古屋地下トンネルは、名鉄名古屋本線の山王駅と栄西駅の間にあるトンネルである。新名古屋地下トンネル山王駅側名鉄名古屋駅は、このトンネルの中にある地下駅である。旧名機鉄道と旧愛知電気鉄道を結ぶ地下トンネルである。トンネル内には、名鉄名古屋駅がある。延長は1419.13メートル。トンネル内は、 伏線構造である。工事はオープンカット工法で行われた。名鉄名古屋駅は上下各一線、相対式ホーム上下各一面と島式ホーム一面である。かつては近鉄名古屋駅の間に連絡線があり、1950年8月4日から1952年9月30日までの間、団体列車に限り名鉄、近鉄の相互で、 直通運転を行っていた工事に伴い、連絡線は廃止。山王駅方のトンネル高校は短距離で、すぐに高架線へつながるため、35パーミルという名鉄、最急勾配の区間となる。そのためここでは、下り列車は ATS により、制限速度実ロ 45km、第一条内信号機と一つ手前の、閉塞信号機とは重複現時としている。 栄生駅方高校の勾配は30パーミルで、駅からも離れており大幅な速度制限はない。トンネルと地上までは、一般の建築物に換算すると、地下1.5階相当の深さしかない。このトンネルの上には、名鉄百貨店などの大型店舗もあるが、これらの店舗の建設時にはこのトンネルの影響が少なからずあったという。 名鉄名古屋駅から北側へは、名古屋市営地下鉄名古屋駅コンコース脇、JR ゲートタワー直下、JP タワー名古屋の西、名古屋ルーセントタワーの西を通る。名鉄名古屋駅のすぐ北では、名古屋市営地下鉄名古屋駅のメガバイト1階コンコース脇を通る。コンコースは、この新名古屋トンネルによって、ゲートウォーク地下街と分断されており、 高島や地下とつながっているにもかかわらず人影はまばらである。JR ゲートタワーの建設にあたっては、かつての名古屋ターミナルビル解体終盤から JR ゲートタワー基礎工事の期間において、名鉄線艦隊防護工事という防護工事が並行して行われた。JP タワー名古屋の西側では直上は、名鉄グループの運営するレンタカー会社の駐車場や、 低層住宅となっており、名工建設のかつての本社ビルや一部の飲食店などがトンネル直上を避けて立地している。名古屋ルーセントタワーの西側から地上に出るまでは直上は道路や駐車場、低層の建物が立地している。工事にあたって資材不足のため中断が続いたという。トンネルは1941年に完成したが、東武線側は 用地取得やルート変更、太平洋戦争の激化により大幅に遅れてしまった。資材不足のため一部の高画間の構造物は木製であったという。携帯電話の通話、通信が全区間で利用可能となっているが、以前は名鉄名古屋駅構内でのみ利用でき、それ以外の区間では利用できなかった。ありがとうございます。